これでもさ、コメントとかって来るんですか？ポンチツイッターわかんない、今日初めてやる。お、ポンチこれちょっとこれ邪魔だ、邪魔こうか、こういうことか、こうか、長いぞ。もうちょっとくっつけてみる。これも調整したで、こっちに入れれるよね。なんかちょうど長いのがあったからさ、こう出した。もうちょっとかつける。吉田君できんだよな、もう。もうちょっと。オッケー。今ツイッター配信してる。言っといてね。これ？うん、これで。そっち。はい。10月26日金曜日午後7時を回りました。ラジオパーソナリティを務めます吉田剛とキャンカナと友井康則です。はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さん気づいてます？何を何気に2周年ということ。パチパチ何気にって言っちゃった。何気に2周年早いっちゃんね。早いっすよ。どうすか2周年やって。変わんないね。まるで昨日のことかのようだ。ボリュームまだ去年ぐらいから始めたぐらい気持ちいい、ね、確かに、うん、まあ、なんかね、いろいろあったからね。もう意味深だけど意味深ちゃん、なんか一回あったじゃん、そのリニューアルみたいなのがやっぱりちょっとメンバー一人、ね、2人去っていきましたかね。はい、うん、最初だって5人だったけんいっぱいだね、最初そういうのに。いっぱいおったった。むしろ喋りきれんかったけんね、マイクちょっとあの、ね、カメラに入りきれないとかね。そうそう、よくあったった。まあよく3人でここまで、はい、続けて、はい、なんか何も成長してないような気もしますけど。本当？いや、これがいいんじゃない、なんかゆるーく、はい、ゆるーく。え、でも当時の自分たち、おのおので見え方ってちょっと変わったくない？あ、それはある。なんか今、こんなことしてるんだみたいなのとか、 そのおのおのの状況は変わってるかな。多分その当時会ってそんな経ってないからじゃない。なんか最初探り探りだったからよね。あるっちゃね。仲良くなったよね、すごい。まあそんなそんな2周年経っても頑張っていきたいと思いますけど、はい、今日は久しぶりにちょっとラジオ小説の方を、ね、めちゃめちゃ久しぶりです。覚えてるとかな、みんな。で、今日初めましてのこのラジオを聞いてくれてる人もいると思うけん、はい、あらすじからまずいきたいと思います。先生、説明お願いします一応このラジオ小説の方、自分が台本を書かせていただいておりまして、はい、題名の方が彼岸花の女という題名なんですけど、はい、主人公の鹿島という人が、はい、なんだろう、なんて言えばいいの、まあ、世界観が不思議だからね、これね。まあなんか夢の中で不思議な女の子に出会って、こう、はい、いろいろ人生観が変わっていくような、はい、ちょっとあやふやな説明ですけど、人生観が変わって、ちょっとなんかね、ミステリーみたいな、ちょっと SF っぽさも入ったり、ホラーみたいなのも入り、ホラー、そうですね、ちょっと怖い感じの雰囲気ですけど、主人公のね、はい、人生観とかも変わっちゃうっていう、はい、そう、彼岸花っていうのが咲くのがちょうど10月なんですよね。はいはいはい、で、彼岸花1年経ったってことじゃん。まあ大体そうですよね1話から始まり、まだ4章です。はい、でもまあまあこれ先長くなりそうね、うん、てか映画にしちゃっちゃうね。あ、そう、なんかね、もう気になって仕方ないもん、やってる方も次がそんな彼岸花の女ですが、早速時間もあれなんで、はい、やっていきたいと思います、はい、前回のあらすじ。鹿島が会社で残業していると、会社の先輩である黒原から電話がかかってきた。うろたえた黒原から告げられる上司の大和田の事故。黒原の通報により、すぐさま病院に搬送された大和田だったが、そのまま息を引き取った。彼岸花の女、第4章。参列した者まで息をしてはいけないかのように、粛々とただ
坊主の唱えるお経を聞いている。鹿島の武将、鹿島や黒原を入れ数名は大和田課長の葬儀に参列していた。それはまるで個人を弔うためではなく、社会人としての義務、あるいは業務をこなすかのように。焼香を終え、席に戻った鹿島が一息つくと、正直、ざまみろだよな。え？鹿島と同じ部署であり、同期の木下が話しかけてきた。え？じゃねえよ、お前。お前だってそう思ってんだろ？罰が当たったんだってさ。いや、そんな。人の営業成績横取りするわ。面倒い仕事は部下の俺らに押し付けるわ。上司には調子のいいことばっか。でもって、あの憎まれ口だろ。お前じゃなくてもあいつのこと嫌いなやつ、いっぱいいたからな。うん。うんってよ、お前。お前が一番いびられてたろ。ぶっちゃけ、お前も思ってんだろ。死んでせいせいし。前列にいた二人の先輩である黒原が咳払いをした。やべ。黒原先輩。鹿島はふと事故が起きた時の黒原との電話を思い出していた。大和田課長がトラックにひかれたんだよ。トラックって、トラックですか？そうだよ、でかいやつ。マジでヤバかったわ。お前まだ会社にいるんだろ。はい。え、そっち行った方がいいですか？お前が来てどうすんだよ。こっちはいいから、お前は課長のデスクのパソコンから俺のデスクのパソコンに取引先のデータコピーしといてほしいんだ。パスワード教えるから。え？パスワード言うぞ。メモしとけよ。アルファベット OH。 いや、待ってください。救急車とかそういうの通報したんですか？は？んなもんとっくにしたよ。どうせ助からねえよ、あれや。やべえ光り方したからな。助からないって、まだ生きてるんですよね。いいから。とりあえず課長はもう死んだとなると、取引先との間に必然と穴ができる。俺らのすべきことはトラブルに対してケア&フォローを迅速にすることだ。できるビジネスマンの定則だ。お前の脳みそにメモっとけ。はい。パスワードは自分の上司、知り合いの一人のまだ生きている人間に対し死んだと決めつけ、それをトラブルと言い放った黒原。そのことに鹿島は何か言いたかったが、自分の口は何も言わず、代わりに黒原に操られるように手はパスワードをメモっていた。やっぱできる人ってなんか違うのかな。そんなことを考えながら、鹿島はただ繰り返される参列者の焼香という業務をぼんやりと眺めていた。お前、ああいう席で不謹慎だぞ。すいません。まあ実際あいつのこと好きだったやつはいなかっただろうけどな。さあせや、死んで当然のやつは死んで当然。お前酔っ払いすぎ。んなこと言ってるとトラックにひかれちまうぞ。黒原先輩アウト。それザ不謹慎。黒原、木下、そして鹿島は葬儀後3人で居酒屋で飲んでいた。いやでも確か酔っ払ってそのまま車道に出て引かれたっすもんね、大和田課長。アホだよあいつマジで。実際どういう風に引かれたんですか？あれ、俺も結構酔っててわけ分かんなかったんすけど、課長なんで車道出たんすか？あん時ギャバクラ行かって話になったろ。したらあのバカ、反対の歩道に女の子がいる、俺のことを見てるとか言い出してな。どんな女の子だったんですか？いや、それが反対側には誰もいなくてな。で、誰もいなっすよっつっても、赤いドレス着たロングヘアの女の子がいるだろ。黒原、
仕事ができてもいい女なんてのはポンコツだな、とか言ってな。マジでうざかったわ。赤いドレスでロングヘアの女の子ですか。で、江戸課長は？その女の子はどっか行っちゃいそうになったらしく、それを追いかけてって、五輪中。ははははは。黒原と木下は爆笑し、鹿島はただただ苦笑いをしていた。次のニュースです。先日、会社員大和田幸男さんが、あれ、課長の事故のニュースじゃないですか。死亡した事故について、当日トラックを運転していた運送会社勤務、今野辰巳容疑者を警察は業務上過失致死の容疑で書類送検しましたが、今日夕方頃自殺をしていたことが分かりました。うわ、マジかよ、悲惨。今野容疑者の勤務先の上司が連絡しても連絡がつかず、自宅を訪れたところ首を吊り自殺を図っていたことが分かりました。あれ、あの人。テレビに映されたトラックドライバーの顔写真は、数日前鹿島がコンビニで会ったトラックドライバーと同じ顔だった。第5章に続く。はい、おしまーい、という感じで。いやー、気になるよこれ。また毎回引っ張るよこれ。結果いつもモヤモヤして終わるパターンちゃんね。毎度毎度なんか何も何も分かんない。ちょっと今回ね、ほとんど自分がセリフより大変やったね。疲れちゃったんですけど。一人劇、一人劇でね、声優さんってね、ほんとすごいと思いますよね。すごいね。はい、え、めっちゃ人だ。疲れるよ。鹿島さん主役なんですから、トモエさん。いや、俺まあまあつぶやいてたよ。つぶやいてた、つぶやいてた。フーとか、ハーとか、ハハハ。ほとんど俺が10に対して1ぐらいのセリフの量ですからね。もう基本的にはボソボソ、ボソボソしてた。普通に、ニュースキャスターの方は。俺、だって直前の練習でちょっとまあまあ噛みそうな感じだと思う。業務上、過失致死し。さっきちょっと噛んだよね。噛んだ噛んだ。なんだ、マジで結構うまくいったなと思ったんだけど。過失致死のところは言えたったい。うん、あー、すげえと思った。ね、運送勤務じゃなくて、書類送検を噛んだったい。書類送検した。書類送検です、皆さん。書類送検、はい。これがニュースキャスターですね。はい。まあ、そんなちょっとラジオ小説もこれから続いていくんで、皆さんよろしければ。本当に続くと、はい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 。もうね、いつもね、逃げようとするけど、ね。はぐらかすよね、まあまあ。いやでも、大変なんですよ。でもね、なんかできた作品はまあまあ楽しい。いや、本当楽しいって、皆さんぜひぜひ、お便り等々送ってあげてください。はい、なんかもう、もう業務としてね、できるようにね。モチベーションになるので、はい、皆さん、よろしくお願いします。批判とかね。批判やめてください。すごい抽象とかね。やめやめ、褒めてあげてください。伸びるんで、褒めてあげてください。これからその心なんで。はい、次のコーナー行こうかな。もうなんで今か。行きます。野球バカ父ちゃんの名言コーナー。はい、これ最近まあまあなんかスパなんか空いてるよね。何気に久しぶりですよね。そう、2ヶ月2、3ヶ月俺さ、喋りたいこといっぱいありすぎてまあまあ混乱してんだけど、このコーナーですね、とりあえず野球バカの友枝さんが野球について語って、うん、ラジオといえば実は野球じゃないですか、野球中継といえばラジオじゃないですか、はい、はい、そこの仕事をね、ちゃっかりちょっと狙えないかななんて野望を語るコーナーです。はい、はい、じゃあ早速今回、はい、はい、ちょっと今日っていう日がね、明日日本シリーズ、昨日ドラフト会議ってまあまあ挟まれて喋りたいこといっぱいあったんですけど、うん、もうあえて昨日は昨日ということで、明日が日本シリーズ、はい、で去年僕がちょっと感動した名言を言わせてもらいます。はい、いきます。これソフトバンクのサファテ選手の言葉です。サファテ、はい、はい、これ外人が言うからいいんですよ。はい、はい、みんなが僕を信頼してくれるのがすごく伝わるから、僕も自分の力を存分に発揮できる。チームのためにさって。なんか頭に入ってこない。もう一回もう一回、ちょっと演技して演技して。そうそう、みんなが僕を信頼してくれているのがすごく伝わるから、僕も自分の力を存分に発揮できる。第6戦で3イニング投げたのだってチームのためさ。長くなった。あれ、そう、間ちょっと抜けたの。ごめんなさい。ね、変わってしまった。分かんなくなっちゃって。これ去年なんだけど、日本シリーズで最後セリーグとパリーグの、はい、優勝チームが戦って日本一を決める大会なんだけど、うん、このサファーテっていう選手は
あのシーズンであの54セーブっていう新記録、今までこんなにセーブを出したことない、セーブって分かります？最後に抑える方なんですけど、抑える方、はい、あのピッチャーでゲームを締める方なんです、はい、この人が登板したら完封ってやつですね。いや違います、あ違います、この人が最後の最後一番最後勝ってる時にこの人が出てきたら、あ勝利の方程式といって、最後にこの人が出てきたら相手チーム、うわ負けたわってなるような存在、すごいね。その人が投げれば試合が終わるっていう、なるほどね。でその回数をセーブでいって、あの年間で143試合なんだけど、はい、そのうち54回この人が抑えてる、はい、毎日当然毎日登板できるわけじゃないんだよ、はい、その空いた間隔の中でもその3分の1この人が占めてる、これは日本記録で、この人がそう1イニングしか普段絶対投げない、そういう役割だし、そういう体の作り方してるから。なのに日本シリーズ最後の最後、あの優勝決まる直前に、あのその人が負けた時、負けてる時に出てきたの、うん、だからその人が投げ切っても試合決まんないの、うん、へー。だけどなんだろう、チーム状況もあるし、もうこれここを勝ったら優勝日本一だってのがあるから投げたんですよ。そしたらその回に同点に追いついて、じゃあどうするかって言ったら、俺は行けるところまで投げると、普段は1イニングしか投げないのに2回3回で延長まで行って、延長まで行ってチームがサヨナラ勝ちしてくれたっていうね、その感動の流れがあるわけで、それはもうなんか僕なんかもう外人でパッと出たけど、あのいろんなとこ、ま、あの転々としたわけ、うん、外国人って結構シビアで、その年もう活躍できなかったらもう次に、で誰か拾ってください、どっかのチーム拾ってくださいみたいな。でなるほど、そういう人だから、もうなんかみんなが信頼してくれてるから僕はできました、だからもう何イニングでもチームのために、あのファンのみんなのために投げるって決めて出ました。でその結果最後サヨナラ勝ちで、その人は勝ち投手、はあ、そういうね一応流れがあっての、この言葉を聞いて僕はちょっと涙ちょちょぎれてましたよ。なるほど、はい、なるほど。だからまた明日からもね、多分いろんなドラマが、最後だから今年、はい、最後日本一を決めるから、もうね野球ファンはすごい明日から楽しみだと思う、うん、はい、っていうのを伝えたかった。はい、ちょっと感動しましたよ。どうせあれしたらもう時間がないから早く死ぬかなみたいな。そんなことないですよ、そういうね、そう、それ感動伝えていきたい。屋台骨的な感じの人好きですから。そうなんです、はい、イケメンだし、はい、イケメンなんですか。イケメンですよ。屋台骨って何？あの柱って支える、縁の下の力持ちとか、そういう、あーチームの通ったね、なるほどなるほど、チームの中心的な、はい、はい、そんな大丈夫ですか。いい話でしたね、はい、はい、はい、大丈夫ですか。俺じゃあちょっといい話しない方が良かった。ちょっとなんかね面白い感じに期待してた。あ、期待してた。あ、なるほどね。たまにはさ、うん、いい話もしたいじゃんね。伝えたいじゃん。じゃあ、キャンカナちゃんの曲を、ね、はい、行きたいと思います。はい、では、続いて聴いていただきましょう。キャンカナで、未完成を愛して。もう興味ないじゃん。なんだろう。興味なくはないんですよ。ちょっとね、なんか微妙に毎回時間を気にするよね。いや一応、メインだな。メインだっけね。あ、今すげえ音してる、カツ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 。え、これって放送されてます？切りました？でもあれでしょ、ツイッターには流れてんじゃないの。うん、だってもうこれで撮ってるのに、さっきから一回切れちゃったの。多分ダメだよ、今日ピシッと軽く持ってた。光回線つながるのもう来てからやるよ。言っちゃったよ、まただリアルタイムでみんなあっち行ったりこっち行ったりもリアルタイムで光回線がないからユーストリームでもそんなに見てなかった。1人ユーストリームなんか馴染みないから、ユーストリーム自体を知らない人が多いんですよね、多分。光来ればだからそこのドコモの Wi-Fi を取ってるから、うん、多分取れるけど、この光をバッチリ受ければで電波問題。ここから BGM で。はい、聴いていただきました。キャンカナで未完成を愛してという曲でした。この曲は最近ね発売された、ミニアルバムに収録されている新曲になってます。タイトルの通り未完成を愛してっていうタイトルなんですけど、曲はまあ言ったら人間ってみんな未完成で完璧な人がいない
そんな未完成な自分さえも愛してっていう曲になってます。おー、うん、深いですね。意外とね、いつまでも未完成でいたいですね。このね、このね、うさんくさい笑顔をね、配信したいね、これ今ね。面白すぎる。いい顔だったけど。はい、ではでは続いて、はい、はい、お便りコーナーの時間です。はい。お便りコーナー。読ませていただいて大丈夫ですか、はいはい、お願いします。では読ませていただきます。キャンカナさん、皆さんこんばんは。 SKA です。いつもありがとうございます。ありがとうございます。自分事ですが、最近はどうも字が読めない。どうした、字が読めない。いいよ。朝と夜が逆転して、はい、昼夜じゃないの。あ、昼夜逆転して、わけわからない状態です。こういう時はやっぱり毎つむりでも聞いてバランス取りたと思います。毎つむりってそんな曲でした。いや、わかんない。昼夜逆転した時に落ち着く作用があるような曲。いや、余計ちょっと個人のなんかもう支えになってる曲ですよ。はぁ、でも昼夜逆転した時って俺無理やり起きてて、うん、そのまま昼の生活に戻そうとしちゃうんだよね、無理やり。あ、ほんと、うん、私ね、基本昼夜逆転っていうかね、夜と朝がないから、はいはいはい、気にしたことがない。昼夜逆転してると気にしたことがない。時間を気にしないと、24時間っていう時間内だけであれば何でもいいと。そういうこと。でもなんか体調悪くない、夜型生活が続くとか。俺多分一番めちゃくちゃだと思う。結構夜型ですもんね。型もあるし、朝もあれば1日2時間ぐらいしか寝ないとか、でも1日なんか15時間ぐらい寝たりとか。すごい、ね、まあまあ体壊す。それはでも気持ちわかる。まあまあ体壊す、マジで。寝たい時は寝たい、ね、しんどいよ、やめた方がいい、絶対これ。どっかで修正したいんだけど。え、でもやっぱこの、なんか私この仕事したら多分それできないなと思っちゃうね。なんか基本3時とか3時半ぐらい寝て6時に起きるけん。美容に悪いよ、美容に。そうだよね、女の子、そうすごい言われる。男はなんかもうある程度ね、勢いどうにかなるだろうけど、女の子ってやっぱ出るから、露骨に。腹に出る。肌ね、肌ね。腹にも出るかも。腹が出るって聞こえた。もう出てる。出てないよ。では、お便りも。あ、以上です。以上です。では、リクエストいただいた曲いきたいと思います。キャンカナで、毎つむり。これで体調か。テンテクレテンテテ。これで多分なぜこのタイミングで生放送中にこれ見えないですか。答えは天の幕開き。あー、これ戻るわ、チュア戻るわ。せいや、嘘。うわ、本当タイムラインにどこ気がつけられない血の平凡さ。口こんな、どうしよう。マイだった。自分の曲。最初じゃあキャンカナで。なんでそんな笑顔なんですか、王子。最初俺からで。それでもいい。こういく。はい、聞いていただきました。キャンカナで毎つむりという曲でした。これは、うん、曲的にどういう意味なんでしょうか。意味はないですね。みんなで楽しみましょうという宇宙の曲ですね。宇宙の曲、電波系、電波系ってことですか。マイペースな曲。そうそうそう、自分オリジナルな自分を愛しましょうという曲です。でもなんかね、昼夜を逆転させるようなね、いい感じに乗れるから。そうそうそう、多分そっか、合いの手とか自分で入れちゃってるしね。あ、そうそうそう、いい、なんでも、はい、はいはいはい、そんな
ャンカラ東京でマイマイマイつむりでした。はい、はい、じゃあちょっと告知コーナーの方。はい、はい、じゃあ僕から、はい、僕も参加してます浪川大輔さん主演のボイスドラマ CD 一味三太郎が、はい、絶賛発売中です。大手 CD ショップアマゾンなのでお買い求めいただけます。ぜひぜひよろしければお願いいたします。どういうようなものなんでしょうか。ね、はい、一応一二三太郎って言って、あのね、なんて言ったらいいのかな、言っていいか分かんないんだけど某 AU の CM みたいな、あはいはい、はい、パロディ的なコメディ的な、松松松、はい、もう松まで言うな的な、あ、なんか雰囲気あんな感じで、ちょっとコメディで最後なんかあの自分たちの物語に戻っていくみたいな、コメディでね、そうコメディで戻っていくじゃん、あの、はい、最終的にはなんか自分たちの、あ、なるほど、この、まあ、さんだぶっちゃけあの桃太郎とか金太郎とか浦島太郎なんですけど、この物語にどういう形で、実はその前になんかこういういざこざがあって、うん、この作品たちがこういうふうに生まれ変わったんだよっていうパロディ的なね、面白い要素、はい、皆さんぜひぜひ、はい、Amazon? チェックとかで、はい、はい、見てます、聞いていいください。はい、じゃあキャンカナちゃん。はい、ではキャンカナです。次のライブは11月9日汐留ブルームードというところで開催されます。私の出番は21時からになるので最終ラストの時間になります。チケットのご予約はツイッターの DM もしくはメールで受け付けてます。メールアドレスは luna アンダーバー DO アンダーバー MY アンダーバー BEST アットマーク yahoo.co.jp までお願いいたします。はい、お願いします。じゃあ自分吉田豪の方から出演作の方、はい、出演作の方最後まで噛むなよ宣伝させていただきます、V シネマ SF ホラーの記者ゆうやまなおき監督が、監督しております2代目襲名アスカこちらの方がリリースしております、はい、アマゾンやそちらの方で、ご覧にいただけますので、自分のツイッターアットマーク DS1300 アットマーク DS1300 の方でこちらの方でも告知しておりますので、皆さんぜひぜひ見ていただき、はい、てください。ボロボロってな、まあまあ最初からくださいじゃないの、ご覧ください、ご覧ください、ね、ご覧ください見てねってことでしょ、見てね急に可愛い見てね、はい、何周年目のラジオでしたが、はい、これからも皆さん続けていきたいと思いますので、はい、聞いて、2周年でこんなグダグダで、やばいっちゃね、原点回帰ってことですか。まあ、原点に戻ろう、まあ、原点に戻ろう、初心に戻ろう、初心に戻ろう、大事なことです、初心じゃない、マイナスなっちゃった、初心ですからね、はい、まあね、いろんなゲストの方とかにも来てもらったりもしてるので、はい、ラジオドラマとゲストの方お迎えしての交互のラジオになります。お伝えしますので皆さんよろしくお願いします。ここ、ね、よろしくお願いします。はい、次回の放送は11月23日金曜日午後7時になります。お相手は吉田豪とキャンカナとトマヤスロイでした。また来月、来週末を。